ございます。今日は何するんですか？今日はですね、沖縄の原風景が残ってるっていう島、竹富島にね、ちょっと行きたいなと思います。まあ、石垣島からめっちゃ近いんですよね。もうここから見えるところぐらいにあるんで、ちょいっと船に乗って行っちゃいますか。はい。ちょっとコーヒー飲んでください。今日はまだ眠たい。めっちゃ眠たいですよ。めっちゃ寝不足ですよ。ルースさんのいびきがガー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 うるさくて全然寝れませんでした。早くよ。ということで今なんですけど、竹富島着きました。見てください、石垣島からめちゃめちゃ近いですよ。ほんまやね。もうお金節約するために泳いで帰りましょうか。はい、ということで今からなんですけど、竹富島ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、楽しみですよ。沖縄の古い古い街並みが見れるらしいですよね。え、どんな感じやろね。うん、他なんかルースさんエキサイティってのことありますか、竹富島で。正直美味しい食べ物イエーイ。ということで行きましょう。ルースさん、ここがスクールです。どうでしょうか、他の離島と比べて。めっちゃ可愛い。おー、全然ちゃうね。はい、多分、学校っぽいじゃないですよ。学校っぽくないですね。はい、めっちゃユニーク。はい、で、あそこ木造りですか、あの建物は。この島はめっちゃ感動する。なんで分かんない、めっちゃ可愛い。うん、はい、びっくりした。ここは見てください、この竹富の郵便局、すごいオールドスクールですよ。でもなんかちょっとあれですよね、なんか建物結構綺麗ですね。うまいことなんか塗装っていうより修正されてます。一番可愛い郵便局と思います。あ、ほんまですか、はい、沖縄で。全部日本。あ、日本、全部日本で、はい、あのね、屋根の上にシーサーもあって、シーサーも見た感じなんかいろんな家によって全然なんていうかタイプが違うな時もあるしみたいなのいっぱいありますよ。ルースさんが怒った時のシーサーがここにいます。見てください、めっちゃすごいです。ルースさんが怒った時ルースさんが怒った時ごっついわこのシーサー、はい、ショータもちろん。なんでやねん、もちろん飲んだぐれやないですか、もちろん、これ、もちろんぐうたらで飲んだぐれやないですか。すごいですね、この島すごい大好きですよ。赤瓦、なんかやっぱり沖縄っぽいね。はい、めっちゃ可愛い。まあ、でも時々こうやってね、ペイントされたやつとかあるんですけど。ああ、そうですね。こう修正されたのかね、やっぱりちょっとあまりにも古くなって修正されたのか僕もちょっとわからないんですけど。こう住みたいですか、ルースさん。そう、はい、私住みたい。あ、ルースさん住みたい。バイバイ、ショッタ。オッケー、わかりました、ルースさん。石垣行ってください、はい、僕は日本一周キープするんで、ルースさんはここにステイしてください。バイバイ、ルース。皆さん行ってください、私は楽しい。ルースの住処です、新しいね。じゃあ、ようやくオープンのドーナツショップ。ドーナツショップオープンします。竹富島にあるローカルのコンビニです。ルースさん、何か欲しいですか。正直、家に行ったものドーナツとアイスクリーム、ミルクソルト、
Okay. Ice lolly, and then they have Goya. Okay. じゃあ僕今日ドライブないんでビール飲んでいいですか？わかりました。ありがとうございます。これはもうエクスチェンジね。ありがとうございます。オリオンさん300円でね、あそこのコンビニのおばちゃんめっちゃ優しい。そのビール買ったらこのおつまみタダでくれた。だけ親切なおばちゃんおらへんで、めっちゃ優しいよ。ていうことでルーさん何ですか？その溶ける前にゴーヤ、はい、ゴーヤローリー、ゴーヤローリー、はい、食べてください。ベニーモドーナツ、美味しそう。このベニーモドーナツもカツバーさんのサーターアンザキって言って、このベニーマのおばちゃんしか作れない味らしいです。どうぞ食べて、今日早く食べてくれて、めっちゃ熱い。 It's licking everyone。 うーい、ゴーヤ味どうですか？めっちゃ美味しい。ほんまですか？味ほんまに？ゴーヤ味めっちゃ薄い。アイスクリーム、はい、めっちゃ薄い。まあ10時なんですけど、お疲れ様です、ルーさん。チェース。お疲れ様です、皆さん。チェース。めっちゃ美味しい。あ、めっちゃうまい。おぉ。どうでしょうか？めっちゃふわふわ。めっちゃふわふわ。カリカリちゃうんですか？間でちゃうんですか？大体このドーナツ。あ、ほんまに？ふわふわじゃない。めっちゃフレッシュ、多分。あ、これ？なんか、こんな感じ。ちょっと、ちっちゃいスイートポテトあります。10点中何点でしょうか、ドーナツ中の方は。もっと買いましょう。もっと買いましょう。3つじゃ足りませんって。ここなんですけど、多分前 YouTube でちょっとコメントしてくれた人の場所だと思います。なんかすごい大きい自転車が、ファットタイヤっていうんですかね、ボンレスハムみたいなタイヤがあるあの自転車があるっていうとこ、多分ここだと思うんですよ。あ、そうですか。ちょっと行ってみます。 OK、 ハローみたいな感じで、はい、行きましょう。おー、ルースさん見てください。面白い。あ、面白そうやね。楽しそう。どうも。バイクレンタル、めっちゃ大きいタイヤ。はい、佐藤さんです。はい、一回コメントくれたんですよね。そうなんですよ。で、なんか僕そのすごい頭に残ってて、竹田の島、はい、ファットバイクっていうのがすごい頭に残ってて、でパッと通った見かけなんで、はい、今回寄らせてもらいました。カミカミやね。もともとこの人なんですか？いや、もう出身が東京で。あ、東京。はい、もう移住して23年ぐらい経ちましたね。あ、23年、はい、おー。島のライフどうですか？あ、すっごくいいですよ。すごくいいですか？やっぱり、はい、まず静かだし、星は綺麗だし、はい、で月明かりもすごい綺麗なんですよね。あ、そうですね。竹富島の特徴で言ったら、ちょっと今思い出したんですけど、はい、こう街並みが全部砂じゃないですか、道が。そうですね。この砂が、あのビーチの砂なんですよ。へえ。ビーチの砂ってことは、サンゴのかけらがいっぱい入ってるんですよ。あ、そうですね。だからその海が青く光るみたいに、はいはい、月明かりが反射して、あの満月の夜はちょっと青白い集落だったんですね。そういうのとか。そう、前東京住んでました。もう今竹富に住んでます。どっちの方が違うですか？あ、何が違いますかみたいな、はい、出て自分自身やっぱり一番思うのは、こっちはみんな知り合いなんですよね。あ、島の人みんな知ってる人、はい、東京の方はもう新宿の地下歩いてても全員知らない人で、はいはいはい、挨拶なんかまずしないわけですよね、うん、こっちはまあみんな会えば挨拶するわけですよ、うん、だたまに東京帰るとすれ違う人もなんとなく挨拶しそうな感じなんですけど慣れてもってこっちの感じがね、はい、だけど、ああ違うんだなと思ってなるほど。ここは信号機もないし、はい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 。竹富島ではすごい車エビが有名ってことで、今回車エビの見てください、これなんて言うんですか、フライ定食。ブースの大好物ばっかりですよ、フライ。やばいですね、はい、でも3つあります、エビと沖縄の魚と、うん、そうやね、グンクルとイカです、はい、面白い、美味しそうやね。ということで呼ばれます。いいですか、ルースさん。どうしました？いつ？チキマニキー。なんですか？ You went up there to argue and you ordered beer。 でもルースさんまたあれ食べるでしょ、甘いもん。かき氷食べたいじゃないですか。ルースさんかき氷で、僕はビアで。わかりました。お疲れ様です。ディオ、はい、ディオ、はい、美味しい。シャどうぞルースさん。Okay, シャッター始め。どうぞルースさん、レディーファースです。レディーファース。レディーファース。レディー。
When did you turn into such a kind person? Okay, we're gonna do lemon. Lemon, どうぞ. Fish and lemon is amazing. This is the kind of dish you'd get in Scotland. Ah, Scotland dish, isn't it? Yeah. Just awesome. Delicious. どうでしょうか、高田さんの車エビ。うーん。美味しいですか。うん。本当に。わー、めっちゃクリスピー。パン粉めっちゃクリスピー。カチカチ。カチカチ。なんか。わー、ソースめっちゃ美味しい。ソースちょっと辛い、ちょっと。マヨネーズ。どう？エビフライ、僕は普通です。普通ノーマル、ノーマルな味です。なんか食べとみやから美味しいっていうのもなんかないです。普通のエビフライ。ルーさん、エビフライ人気ですか？これ味噌が美味しいと思う。いや美味しいですね。あ、めっちゃうまかった。ということで今から、ビーチでも行きますか。もうお腹いっぱい。ビーチ。はい。ビーチってリラックス、どうも。もう、おしたらちょっと、アペタイザーだけ。何やねん、結構ボリュームあったじゃないですか、フライで。違う場所行きます。ジャパニーズポーション。ジャパニーズポーションか、スコティッシュポーションじゃなくて、もう全くもうスターターやということでね。ルーさんの大好物、ベニーもパフェでございます。美味しそう。でも、すごいね、これ2つ、なんで必要1つだけ食べてください、早くもうそんなに大丈夫、大丈夫ちょっとね、見ましょうね。なんだろう、あー、すっごい、すっごい。もう今までめっちゃ気分悪かったので、一気にこれで気分良くなります。ルーさん、どうでしょう。日本のパフェ、いつもちょっとちっちゃいでね。ちっちゃい？これどうですか？これイギリスやっぱサイズなんですか？ S、S。S サイズ。S サイズ。うん。S サイズ。うん。どうですか？ベニーのパフェ。めっちゃ濃い味。こっち顔しとる。で、こっち顔しとる。何それ？ベニーもですよ。ベニーもどうなっちゅう？うん？すげえな。スコンプシェンス。ということで2杯目、お疲れ様です。これどんなシーコサピュアって初めてですよね。色めっちゃ面白い。うん、赤とね、ビールのイエローで、甘い。うん、なんかちょっとビールが薄く薄まった。で、結構シーコサの味が効いて、ちょっとチューハイみたいな感じ。僕、普通のビールが好きです。ノーマルビア、ベタ、トーミー。僕いつもこういうジュース系好きじゃないじゃないですか。あ、ジュース味、ちょっとジュースっぽい味、チューハイっぽい味。めっちゃなんか紫ですね。うん、すごい色。うわー、これ OK ですよ。はい、どうでしょうか、ベニーもコロッケの味は。美味しい。美味しい。うん、おや、重たい。重たい。今日の夜やばいチャンスか、バナナだから。コンドイビーチ、めっちゃ綺麗だけどのビーチです。いやー、これ見てください、波全然ないし、ここでスイミングとかしたら最高に綺麗ですよ。ねえ、すごいですね、この青さ。でもこれ晴れてないんですよ、太陽の光なく。この青さなんで、もし太陽の光があったらもうすごいと思います。いつも、like、覚えてるハテナの島行きました、うん、私のお気に入りビーチ、うん、あー、毎回毎回お気に入りのビーチになってますね。はい、ニューワン、で、ここにシャワーとかね、トイレもあるし、めっちゃゆっくりできる。まあ残念ながらここはドローン飛ばされへんんですけど、あ、まあまあまあ、皆さんまた来てください。もうほんま綺麗んでね。書いてある通り、星の砂が見れるらしいです。ということで、ルーさん探してください。僕はあそこのブランコで待っていくんでね。探してください。でも、めっちゃちっちゃい。
多分カメラ見れません。私たちのカメラ多分ズームちょっとありません。でも多分オンラインで多分写真あります。こっちビーチの西側か、あ、西側ですね。島の西側は皆さんこんな感じで観光客が多いですね。店もあって、でも島の東側イースト、あ、ウェストか、イーストか、向こう側はどうしてたっけ、こっち西です、東側です。東側はもう人も誰もいなくて、誰もいない感じのビーチが広がってます。でもこのビーチもっと綺麗と思います。あ、そうやね。でもこの島はちょっとなんていう、観客の人多いですね。めっちゃ人気島、めっちゃ有名な島。でもショートカーちょっとちょっとなんていう、多分ショートでももっとアドベンチャー欲しい。そうなんですよね。僕そのワクワク感があんまりないんですよね。なぜかわからないんですけど、もっとなんですか、ワクワク冒険みたいな感じの、感じが僕は好きです。はい、アドベンチャー島、はいはい、でも沖縄は違う島、違うなんていうポイントあります。そう、ね、そう、この、ま、この島は歴史あります。西表島アドベンチャーあります。波多山島多分一番南と青森めっちゃ有名。そう、違う島、違う、なんていう、いいポイントあります。そうやね。A good experience to go to all of them. ああ、そうやね。And then you know which one you like, and then、ね、next time you come, you can go to the one you like. まあ、いろんな人によって全然どの島が好き、どの島が好きって多分違うと思うんで。はい、そうですね。ルースさんなんかでめちゃめちゃ好きじゃないですか、この島。はい、それでめっちゃいい雰囲気ある。ルースさん大好き、好き、めっちゃ。